ナイピ、行く。はあ、ナイキすぎ。すげえ。すげえ飛んだな。スエホーすげえな。何やってんのこいつ。おとといのポランコやんけ。イオリンの勝ちが。いやこれわらのミスだろ、なんで右に変えなかったん。コンマ終わっとる。なんなんこいつも帰って。まあ別にええやん、阪神が優勝するよりは。ああ、無駄に4玉2個も出すからだろがしね。今日のコーナーし怪しかったもんな、それにしてもだよ。阪神追い詰めたな高梨。やっぱり今後も原さんにはコンタクトつけてマシンガンしてもろて。他に任せられるピッチャーおらんのか。高梨とかいう阪神の敵。マジで高梨何やってんの。間接的に阪神に嫌がらせをする男。役割とか言ってマシンガンしてたのに、こういうところで買えないのがマジで意味わからんのよな。ましてや西球出してるのに。広島優勝おめでとう、お前らがセリーグを救うんや。高梨ここまで負けはないんだな、5敗くらいかと思ってた。なんか三振しとるのがおったけど、みんな見てないな。勝ち越したはいいけど、リリーフがきっちりゼロに抑えてくれるか。ご視聴ありがとうございました。